片栗粉、日本酒を合わせて軽く混ぜ合わせて、エビをくぐらせます。はい、準備 OK です。ワンタンの皮ですね、細切りします。揚げます。揚げ上がりです。揚げます。カリッカリですね。鍋を熱して油を垂らします。刻みニンニク、生姜、豆板醤を入れて火にかけます。香り立ったら鶏ガラスープを入れます。トマトケチャップ、砂糖、塩で調味します。エビを入れます。刻みネギ、絡め合わせます。トマトの湯むきを加えて炒め合わせます。水溶き片栗粉を流し入れます。ごま油を垂らして、ラー油を垂らします。器に盛り付けます。パリパリの皮を器に敷いて、上にエビチリを乗せます。はい、完成です。